アンジル、どこにいたんだよ。すまない、これでも忙しくてな。まったく、セフィロスとも連絡が取れないし。何かあったのか。別に、なんか資料室に閉じこもって昔のことを調べてるってさ。そうか。もう行くのか。何しに来たんだよ。ジェネシスとホランダーがモデオヘイムにいる。へえ、それを伝えに。仕事してるんだね。気持ちだけはまだソルジャーだからな。ラザードにも伝えておいた。迎えが来るはずだ。最近はシンナのソルジャーさんもモンスター退治頑張ってるんだってね。だから私のお友達も安心してミッドガルから出ることができたの。その人すっごいんだよ。世界中を旅してレアアイテムを集めてるんだって。激闘日誌とか言って旅の内容を書き留めてるらしいけど、それがまたすっごい笑えるの。そりゃよかったな。そのソルジャーさんに感謝しないとね。うん。ちなみにそのおじちゃんってのはどんな人？おじちゃんはお洋服がいつも素敵でかっこいいの。お家はオールマーケットにあるんだ。部屋中金ピカでとっても素敵なお家なんだよ。お仕事はドンっていうのをしてるんだって。ドン？変わった仕事だね。あなたラッキーね。私はコアで有名なセフィロス様のプレミアムファンクラブのメンバーよ。セフィロスのプレミアムファンクラブ？幻とまで言われるこのファンクラブには選ばれた者しか参加することができない。勧誘活動は半年に一度。入会することができるなんて奇跡よ。はあ。それじゃあ早速入会試験を始めるわね。ちょっと待てよ。俺入会するなんて一言も。問題1、セフィロス様が愛用されている刀の名前は？聞いてないのね。早く答えなさい。
時間切れになるわよ。正解。問題2、セフィロス様の必殺技といえば？ハズレ。セフィロス様のファンを名乗ろうなんて100年早いわ。顔を洗って出直してらっしゃい。また来たみたい。問題1、正解。問題2、セフィロス様の必殺技といえば？正解。問題3、セフィロス様の利き腕は？正解。おめでとう。これであなたも選ばれしプレミアムファンクラブの一員よ。あら、早速メールね。東京の同世代、ほとんどミッドガルにいるんだけど、みんな忙しいんだろうな。ほんの数年で連絡もしなくなったよ。ここは5番街スラム。ケーキ工場とは無縁の街さ。スラムマーケットの方からプレートの上に行けるよ。ここは5番街スラム。ケーキ工場とは無縁の街さ。スラムマーケットの方からプレートの上に行けるよ。最近シンラカンパニーっていろいろ大変らしいわね。シンラビルがお化けに襲われたらしいじゃない。まあ私たちには関係ない話だけどね。ここは5番街スラム。ケーキ工場とは無縁の街さ。いえ、何でもないです。自分はパトロール中の神羅兵です。ソルジャー殿、ご苦労様であります。この野郎、のんきに話しかけやがって。てめえのおかげでどれだけの仲間がやられたと思っていやがる。やばい、こいつ俺に気づいてる。
こちらザックス、ウータイのスパイ発見。逃がすか。ここにいましたか、スパイめ。さすがザックスさんですね。確保したウータイのスパイは取り調べを受けています。ウータイ残党の手がかりが分かれば我々にも何かしらの任務が下るでしょう。3人目のスパイの情報です。スパイはソルジャーフロアに侵入し、シンラの情報を入手したようです。大胆な犯行手口から推測すると、シンラ関係者になりすましていると考えられます。3人目のスパイの情報です。スパイはソルジャーフロアに侵入し、シンラの情報を入手したようです。大胆な犯行手口から推測すると、シンラ関係者になりすましていると考えられます。ザックス、モデオヘイムで仕事だ。分かってる、ちょっと待っててくれ。エアリスはいない。どうした？エアリスとはどういう関係？複雑な関係だ。ふーん。彼女からは何も？何にも。ならば、私からも何も。まあ、いいんですけどね。いいんですけどね。いきなりモンスターのお出迎えとはね。トン、兵隊さん。電波が入らないようだ。ま、みんな怪我もないんだからなんとかなるだろう。さすがだ、不便な土地では頼りになる。どうせ田舎もんです。さて、落ちずに進んでいればモデオヘイム村に着いたはずだ。つまりこのまま進めば村がある。よし、俺についてこい。邪魔すんな。止まれ。コンフリクトリゾルブ。おしまい。おっしゃコンフリクトリゾルブ。じゃあな。
おい、あんまり遅れるなよ。お前、なかなかやるな。俺も田舎の出なんだ。どこ？ニブルヘイム。ザックスは？俺、ゴンガが。あ、笑った。今笑ったね。知ってるのか、ゴンガが。いや、でもすごく田舎らしい名前だ。ニブルヘイムだって知らないくせに。行ったことはないけど、マコーロがあるんだろ。ミッドガル以外でマコーロがあるところは大抵他には何もない。喜べ、ソン。俺とクラウド。俺とクラウドがいれば辺境の地は怖いものなし。ああ、任せる。Activating combat mode.Conflict resolved. おしまい。おっしゃちょっと待つか。ザックス、あのさ。ん？そのソルジャーってどんな感じなんだ？ああ、質問の意味が分かんねえぞ。ま、お前もなってみりゃ分かるよ。なれるものならね。大丈夫、俺簡単になれたし。クラド、あれ。ジェネシス軍だ。魔鋼の試験堀に使われた施設だ。よし、俺が行く。この任務の目的は施設内外の視察。ジェネシス軍相手の戦闘は想定外だ。想定外だから放っておけって？ありえない。いずれにしても敵情の把握は必要だ。建物の中に大軍が隠れている可能性もある。じゃあこれは、まず俺がなるべく戦闘を避けて施設内に潜入で中の様子を探る。やれそうならやるし、無理そうなら退散。任せろって。ソルジャーはただの戦闘バカじゃないってとこを見せてやる。いいだろう。入り口はあの倉庫の裏手だ。潜入手順は任せる。あ、分かっていると思うが、この吹雪だ。体温の低下にも注意しろ。動かずじっとしているとどんどん体温が下がる。下がった体温は得意のあれで回復しろ。あれか、分かった。我々はここで待機している。あまり時間をかけるな。ソルジャーはやっぱりすごいな。
寒さにはくれぐれもご注意を。Conflict resolved. おっしゃー！
combat mode. Conflict resolved. Osha!Activating combat mode. Conflict resolved. Osha!Activating combat mode. Conflict resolved. Osha!Activating combat mode. 邪魔すな! Conflict resolved. Activating combat mode. かかってかい! それ! Resolved. Activating combat mode. 決まった! Conflict resolved.
combat mode. Conflict resolved. Osha!Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode.Activating combat mode. Conflict resolved.Activating combat mode. Conflict resolved.何をする？お前には私が必要だ。私がいなければお前の劣化は誰が止める？ジェノバ細胞。待て！クラウド、よくやった。だがジェノバ細胞は保管場所がわからない。北条でさえ知らないんだ。見つかりっこない。だったらこのまま朽ち果てるさ。ただし世界も道連れだ。クラド、追え。泣き叫べ、神羅の犬め。ソルジャーなのか。とっておきのお見舞いしてやれ。泣き叫べ、神羅の犬め。
ソルジャーなのか。とっておきのお見舞いしてやれ。明日を望みて散る魂、誇りもついえ飛び立とうにも翼は折れた。これがモンスターの末路だ。俺たちはモンスターじゃない、ソルジャーだろ。誇りはどうしたよ。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。この世界が俺の命を脅かすなら、道連れだ。ジェネシス。クラウドもどこへ行ったんだ。お、なんだあの穴、みんな行ったのか。してみろ。大きなお世話だ。よっしゃー。コンThank you.
Activating combat mode. Kimata. Conflict resolved. Osha!留守電にメッセージが残ってるみたいだ。メッセージは23件です。メッセージ1。あれマスター、お店お休みなの？じゃあまた連絡するよ。メッセージ2。明日なんだけど8名で予約。あれ留守電か。メッセージ3。あんたんとこの店で飲んでから腹が痛いんだけど、どうなってんだ、訴えるぞ。メッセージ4。バッグ忘れたみたいなんだけど届いてないかな。メッセージ5。今日も休みか、まさか潰れたなんてことはないよな。メッセージ、ステージ前の席予約できる？メッセージ7。休みか。メッセージ8。取引の日が近い、ちゃんと店を開けといてくれよ。メッセージ9。ただいまアンケートを行っておりまして。メッセージ10。パーティー用に貸し切りってできますか？メッセージ11。例のものはそちらに預けてあるんだから頼むぞ。最悪店が開けられなくても取引は行う。メッセージ12。廃品回収業者です。回収の件いつ伺えばよろしいでしょうか？メッセージ13。すまないマスター、取引は延期だ。日取りが決まったら連絡する。メッセージ14。潰れたんだったら僕がキープしたボトルはどうなるの？メッセージ15。温泉の方も閉めちゃったろ？メッセージ16。行ったら空いてなかったんだけど、どうなってんの？メッセージ17。まずいことになった、取引は中止だ。俺はしばらく姿を消す。メッセージ18。予約したものです、明日行きます、楽しみです。メッセージ19。お店改装中って聞いたけど、いつ再開するの？メッセージ20。死んだ観光局のものです。施設の再利用についてお話を伺いたいのですが。メッセージ21。どうやら例のものの回収にも行けなさそうだ。すまないが、例のものはそちらで処分してくれ。メッセージ22。あ、すいません、間違えました。メッセージ23。わかってると思うが、例のものの場所はステージ脇のトランクの中だ。留守電にメス…
トランクの中に何かある。何か落ちてる。Conflict resolved. Osha! Activating combat mode.よっしゃCombat mode.アンジールのモンスター。アンジールも来てるのか。なんせ。暑くて入れないな。どこかで温度調節できないのか。クラウド、しっかり。大丈夫。ゾン。ゾン。この先だ。ホランダーを確保してくれ。アンジールもお前を待っている。
役に立たなくてすまない。少しここで休んでるよ。邪魔すんな。コンフリクトリゾルブ。じゃあな。おっしゃ。何かを差し込めそうな穴がある。蒸気が止まった。我々は大丈夫。ホランダー確保に専念してくれ。俺ザックス、あんたの名前は？おっと、ちょっと待ってくれ。ああ、そうか、今忙しいからちょっと遅れるわ。あの、後ろ。お？ゲッツオン！忙しいのは終わったか？行くぜ！とっておき！これまで。だから頑張ってるって！Activating combat mode. 邪魔すんな。Conflict resolved.
Activating combat mode. Conflict resolved. 決まった。おっしゃー。ジェネシスとは、本当なら俺が戦うべきだった。ったく、誰が仕向けたんだよ。だが次は、お前自身の仕事だ。どういうつもりだ？よせよ！待っている人はいるんだろう？アンジール、本気かよ。いいぞ、アンジール。我々親子の恨みを今こそ晴らすのだ。親子？黙れ！俺の父は死んだ！ならば、母の恨みを晴らせ。母は過去を恥じ、自ら命を絶った。恥か、それは間違いだ。彼女は誇りに思うべきだった。自分の名が実験コードネームに残されたことをな。プロジェクト G、 すなわちプロジェクトジリア。母の名を口にするな。ジェロバ細胞を埋め込んだ女ジリアン。ジリアンの因子を胎児期に移植されたジェネシス。ジェネシスは失敗だった、認めよう。だがアンジュ、お前はジリアンの体内で細胞分裂を繰り返した。お前は完璧だ。ザックス、俺は完璧なモンスターだ。俺の細胞は他者を取り込み、それを分け与えることができる。双方向コピー、ジェロバの力を正しく継承したというわけだ。ザックス、覚えているか、世を苦しめる者すべてと戦うと約束したよな。うん。でもあんたは違う。俺自身が俺を苦しめる。ザックス、見せてやろう。やめろ！取り返しがつかないことになるぞ。細胞だけでも。アンジール！
ってるって。ザックス、よくやった。あとは頼む。誇りを忘れるな。夢を持て。英雄になりたければ夢を持つのか。そして誇りも。ねえ、ザックス。
上の町に行ったら、空、近いんだよね。怖いけど、お花たち、喜ぶ。ソルジャーになりたいって？頑張れよ。ソルジャーは全員揃ってるのか？はっ！みんな新人だってな。はい！よろしくお願いします！一個だけアドバイス。いや、命令だ。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。いいな。はっ！必ずまた全員でここに戻るぞ。行こう。